はいみなさんこんにちは、チチロールです。今日はカナダで今ホットな話題になっていることを皆さんにお届けしたいと思います。さあ皆さん、オーロラっていうとカナダのあの代名詞だと思うんですよね。これ実は今ものすごい話題になってるんです。なぜかっていうと、いやあの、まあ、わざわざ北に北の方 あの、寒いところに行かなくても、肉眼で見れるということなんですね。いや、これどういうことなんでしょうね。ちょっと、まあ、あの、深掘りしていきたいと思います。さあ、そう、このオーロラなんですけども、何かと言いますと、天体、えー、っと、天体の球域に、近辺に見られる大気の発光現象ということなんですね。で、北極近辺ですと、 北極光ノーダンライト。南極近辺ですと南極光サウダンライトと呼ばれているそうなんです。で、この太陽風のプラズマが地球の磁力線に沿って高速で降下し,し,してえあの発光するということなんですね。で、主にオーロラの色なんですけども、青や緑、赤。 紫といった色がありまして、観測される地域や条件によって違うということなんですね。で、そうですね。主になんですけども、このオーロラが見れる場所っていうとカナダとかアラスカ、アイスランド、ノルウェーといったこう寒いところが多いんですけども、ええー、なぜか、あの、こんな暑い中ね。暑い中なんですよ。あの、 街中でも見れるというあの予測を立てた方がいましてね。です。ものすごく話題になってるわけです。で、実際になんですけども、私はあの住んでるのはバンクーバーの本当にあの街中でして、残念ながら見れなかったんですけども、お隣の、えバンクーバーのお隣の州のえアルバータ州では、結構ね、肉眼で見れ、 っていう報告が出てるらしいんですよ。でしかも色がこう緑いや紫で、あの、とても綺麗な色だったそうなんですね。で、それだけではなくて、アメリカ、ニューヨークとかね、あと UK でも、イギリスでもオーロラが見れたっていう報告が上がってるそうなんです。いやー、ちょっとびっくりしました。 気候の変動があるとはいえね、こんなことが起きてるとはね、っていうふうには思いませんでした。はい、これがまず一つ目の、えー、ホットな話題です。二つ目なんですけども、実は、えー、7月の末ぐらいからですね、カナダはプライドマンフと呼ばれてまして、皆さんプライドといえば、そう、あれです。LGBTQ2 スペカナダではこういうふうにカテゴライズされるんですよね。で、この人たちの祭典が実はこちらバンクーバーでありまして、実は今日が本,本番で本格的なパレードだったわけなんですけども、昔はね、昔もねってなんか昔話になっちゃうんですけど、私がカナダに来た15年前、 は、本当に街中を練り歩くぐらいのパレードだったんですよ。えっ、ー、と、それがね、どん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 こう、あの、大きくなっていきまして、あるよあるよという間に、パレードを2時間で終わるのが3時間になり、3時間が4時間になり、4時間が5時間になり、という、5時間はちょっと大きさだな。っていうぐらい、あの、どんどんね、あの、参加団体も増え、スポンサーも増え、あの、 夏の観光の一つ、目玉になっていったんですよね。で、ちょっとね、私は見る、その、あの、最後までパレードを見る、元気もなく、もう暑かったので、あの、それこそ、あの、パレードに参加する人たちの控えになってるところを、ちょっと覗き見させてもらったんですけど、いやー、みんな気合が入ってて、あの、スポンサーのね、企業さんたちもね、そういう、 あの、l g b t な人を支える、まあね、あの、だけではなくて、あの、一般の人たちも参加して、数多く参加されてまして、あの、すごく賑やかな、え、一日でした。で、私が住んでいるところっていうのは、日本でいう、あの、新宿二丁目のような場所ですので、もう、今、もう、あの、何軒かね、あの、バーが、 あの一つあの道を挟んであるんですけど、結構ね、あのガヤガヤと賑わってますね,、まあ、ね。そういうところに吹きあんまりないので、私はあのこうやってね、ポッドキャストを発信させていただいてるんですけども、あのえとても賑やかなあのパレード、一日になっております。で、おそらくね、私、去年の今頃に、あの 自分のポッドキャストの方で、その LGBTQ の,のカテゴリーのことについていろいろ話させていただいた記憶があるんですよね。え、で、あの、アメリカと違うのは、トゥースピリットが入ってるんですね。このトゥースピリットっていうのは、あの、インビジネス。まあ、こちら、カナダにはいろんな、あの、原住民の方が、 あの、おりまして、そういった人たちのことをインディジネスというふうに呼んでるんですねで。そういう、そのインディジネスな人たちが信じてるスピリットっていうのは性別がないんです、だそうです。なので、あの、男女というカテゴリーではなくて2つのスピリットというふうに位置,位置づけてるということで、トゥースピリットを使ってるということなんですね。面白いですよね。 私もあの、実はこのあの、to spirit の意味っていうのは、あの、カナダ政府から出てるそのトゥあの、LGBTQ のあの、タームっていうんですかあの、の意味をあの、説明してるページがありまして、そこで学んだんですよね。で、それまでは全く知らなかったんですけども、あの、カナダの場合はそういうふうに、あの、LGBTQ plus to spirit. なんですね。っていうふうに呼ばれるそうなので、これは覚えておくと便利だと思います。はい。あと、そうですね、ホットな話題といえば、やはり暑いです。<laughs> あの、やはり気候変動のせいなんでしょうかね。あの、27度から28度、30度近い気温になってるんですよね。で、 あの、日本と違うのは、あの、カラッとしてて、あの、湿気が少ないというところが特徴なはずなんですけど、いや、私、ここの夏でもぜいぜい言ってるので、日本の夏に耐えられるだけの体力が、多分に自信がないと思います。というぐらい、あの、こっちも結構湿気が多かったりするんですね。 でここ数年私もその暑さのせいでちょっと悩んでることがありますっていうのはあのカナダに来てから気候変動が起きるようになってからですね暑い日が続いてて私虫刺されができるようになったんですよね蚊に刺されることが多くなったんですで私あの日本にいた時なんですけどやはりあの汗っかきで あの、蚊に刺される、安い体質だったので、こっちに来たときね、そういった悩みから解放されたっても,うでも、とっても喜んでたんですよね。ところが、あの、こちらの、ここ数年、蚊に刺されるようになってしまいまして、私、あの、困ったことに、こちらの蚊に刺されると、私、やはりなんかアレルギーがあるんだか、ものすごい腫れるんですよね。あまりにも腫れて、 あの、さすがには、あの、かゆみ、コーヒースタミン剤を飲んで対処しました。それぐらいなんかやっぱり合わないので、もう本当に刺されないように最善の注意を払って過ごしているというような状況です。そうですね。皆さんも、あの、虫刺され気をつけてくださいね。特にあの、蚊の、 ね、蚊か,から感染する、あの感染症、ね、マラリアとか結構あるんですけども、デングネスでしたっけあの、日本でも増えてるそうなんですが、こちらでも、あの、マラリア、徐々に増えてるそうなんですね。やはり気候の変動で。で、あの、こっちの、 か、本当に半端なく、で、がっつり吸いますからね。<laughs> 私もがっつり吸われても、なんか、それこそ、あの、ちょっとね、草ら歩いてる間にもう、5、6箇所、あっという間に刺されて、ものすごい、あの、後になってたっていう記憶があります。ですから、あの、虫刺され、の予防スプレーをしたりとか、あとあの、 モスキートコイルっていう、あの、蚊取り線香があるんですよね。そういうのを炊いておくのもいいかもしれないですし、あの、殺虫の、あの、マットも売ってたりしますので、そういったものを使って、あの、予防していただくのもいいと思います。なんか最近、最近って言ってももう、ずいぶん前ですけど、あの、日本人の高校生の方が以前その、蚊の研究をされたで、あの、 足についてる最近の数で、あの、蚊が寄ってくるっていうようなお話をされてたそうなんですけど、なんか、ね、その、研究発表をされた方が、なんか、あの、海外、アメリカでしたっけスタンフォードだか、どっかの大学生になられてるって話を聞いて、いやーもう素晴らしいなと思いました。本当に、そういった若い人たちに、うんあの、頑張って、 いただきたいな、というふうに思ってます。で、最近やはりあの、夏に入って、あの、こちらにも、あの、日本人の若い留学生、徐々に増えてきてます。あの、ね、楽しいこともいいんですけどね、やはりあの、安全面、日本と違う、えっ、ー、と、環境で、あの、カナダは比較的安全と言われてますけど、それでも危険はつきものですので、皆さん気をつけてお過ごしください。というわけで、今日は、 ここまでにしたいと思います。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。夏バテしないように、もりもり食べて <laughs>、元気にお過ごしください。ゆっくり休んでね。はい。それではまた、シチロールでした。それではまた、バーイ